皆様こんにちは、ユニバーサルコインの西村でございます。東京に戻ってきております。どうしても夏はあっち行ったりこっち行ったりしておりまして、特に今年の夏はここ山梨県北杜市第2拠点、平常時はグランピング施設、緊急時はいわゆる皆さんの緊急避難先というところで、今まさにモデル地域としての場所づくりをしておりますので、本当にあっち行ったりこっち行ったりをしておりますけれども、久しぶりに東京にまた戻ってまいりました。ちょうど1週間ほど前に8月の15日終戦の日ということで、まだこの終戦から77年が経った今でさえ、この日本、先進国日本と呼ばれている、名ばかりの先進国日本と呼ばれているこの日本も今も侵され続けている、侵略をされ続けているという話をさせていただきました。喋りながら私もちょっとグッとくるものがやはりありましたけれども、この侵略の続く日本、この日本を誰が守るんでしょうか。3年ほど前から私はこのアンティコインというものを軸に、そして資産のポートフォリオですね、このポートフォリオのバランスをどうやって組んでいこうかなというふうに思っていたときに、考えたのがこのマネー思考心体の資産ポートフォリオ、この資産をどうやってバランスを取っていくかということを考えていきました。そのマネー思考の部分ではなくて、心体というものを司る大事な、一番大事な職になるかと思いますけれども、その職というものがあららら調べれば調べるほど、日本人、我々日本人が食べている食がどれだけ世界の中で危険なものを食べさせられ続けているような制度を日本政府が施行してきているのかということがよくよく分かってくるようになりました。だからこそ当たり前のようにオーガニック食品を購入をしていくということを自分なりに進めていきながら、そして腸内環境というものの洗浄していったり、さまざまな活動をすることによって自分も花粉症が治りました。完璧なまでに花粉症が治りました。そして30代の後半だったのにもかかわらず、汗が臭かったりとかですね、なんかこう親父臭がするようになっていったっていうところもありながら、その匂い自体も徐々に変わるようになっていきました。そんな自分の実体験というものも体感をしていきながらですけれども、では実情、オーガニックというものの農地面積であり流通高というものは一体どのぐらいなのかというふうになると、たかだか 1% ぐらいです。オーガニックといっても完全無農薬ではありませんので、若干の農薬を使っているものもありますけれども、いわゆるその僕が言ってるのはいつも土地なんですよね、土なんです。一旦化学肥料を使ってしまうと、その微生物死んでいってしまいますので、虫が寄りつかない土という工業製品化をされていくような土になっていってしまいますので、その土が耕地面積の今 98% から 99% なんですよ、日本は。その土を誰が守るんですか。誰が変えるんでしょうか。政治家なんでしょうか。確かに政治家はその役割を担っているかもしれませんけど、前回の終戦から77年、日本という国家は戦勝国アメリカ、敗戦国日本という中での属国日本の政治家ですよね。安倍さんが殺されましたけれども、 あれは間違いなくねスナイパーでしょうというね、暴露をされていっておりますけれども、それももちろん大手メディアでは言えないでしょう。それは今の現役の政治家も言えないでしょう。そういった環境ですよね。本当に何が危険なのかということを日本の政治家が言えるわけがないわけですよね、という構造になっている中で、それでも日本が侵略をされ続けている日本、この日本を子供孫世代に誰がどのように守っていくんでしょうか。すいません、くどくどと。自分たちが守らなければ誰も守らないですよ。政治に頼っていては、もちろん政治家に頑張ってほしい部分はありますけど、じゃあ僕は何してるんでしょうか。皆さんは何をしてるんでしょうか。今この日本を守るために、こういった考え方を3年ほど前から持つようになりました。そして有料会員制度というものを作りながら、
なんとかこの微々たる力でもこの日本を守ることができないか、土地を守ることができないか、日本人の魂と戦前の日本人が持っていた日本をなんとか守ろうとした先代の日本人の魂を今ほとんどの人たちは忘れてしまってますよね。その彼らの魂の叫び、それが靖国神社にあるんではないんでしょうか。まあ靖国の話はいいですけれども、まあそんなことを考えながらですね、自分なりに何かができないかということで有料会員制度というものを設けながらということをやっていったら、その有料会員制度というものは我々が、我々というのは私が皆さんに対して何かをサービスをご提供するんではなくて、その日本を守るという私が何かそういった行動をしていきますので、それに対してご賛同いただける方はご寄付いただけないでしょうかという発信をしました。まあ2人か3人ぐらいが1000円か5000円か1万円か分かりませんけれども、ちょっと寄付をするかなと、まあ、そんな感じになるんだろうなというふうに思ってたら、1回の告知で100人以上の方々がご寄付をしたいというふうに申し出をしていただいたのが3年前でした。本当にびっくりしました。そして今、まあいろんなさまざまな思惑あるかと思いますけれども、約1000名弱の皆様がこの有料会員制度に入っていただいております。本当にありがたいことだなというふうに思ってるからこそ私も本気になるんですよね。なんか皆さんからこうせっつかれてるような感じもあるわけなんですけれども、だからこそその第二拠点の山梨県北杜市の方で今アイカフファームという、平常時はグランピング施設、緊急時は緊急避難先というものを作りながら、それを作ることによって農地目の前ですから、有機農地というものをどん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 拡大をしていきながら、その野菜をうまく循環させていく、我々が消費をしなければ生産品はただ捨てられるだけですから、それをうまく循環をさせる、購入をしていくということの、このプロセスをぐる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 回せるようにですね、そういった活動を具体的に進めていっております。それをやるためにも人がいないんですよ。だからこそその人を雇用するのにどうしてもしょうがないです。人材派遣会社にお金をつぎ込み、求人をかけ、募集をかけ、教育をしということをやっていかなければいけません。そこにもちろんお金はかかります。そのお金を皆様からのご寄付の資金の一部を使わせていただきながら今運営をしていっております。アンティークコインという意味では、この資産ポートフォリオのバランスという意味ではお金、思考、マネー、思考の部分になりますので、どちらかというと自分の資産をどうやって守るか、家族の資産をどうやって守るかという考え方の、いわゆる自我の欲求が強い部分になるかもしれません。ですからこのチャンネルは自我の欲求が強い方の、まあ、塊のようなものかもしれませんけれども、その中にもそういった利他の精神なんですよね。まさにそして日本をなんとか守らなきゃと、自分たちの子供孫が生活をしていくこの日本がこれ以上見てられるかというふうに思っている方々、熱い気持ちを持っている方々も多数いらっしゃるというふうに私は期待をしています。そういう皆様の思いというものをうまくお金という、この今の資本主義社会のどうしてもしょうがないです、お金が携わるのは、そのお金を僕はうまく使ってやろうというふうに思っているわけなんです。彼らが儲かるためのシステムではなくて、日本が守られるような、自分たちが豊かな、ちゃんと豊かな生活が普通にできるようにしていく日本という国家を作っていきたい。だからこそ本来だったら政治家を目指すべきかもしれませんけど、まあ目指したこともありました。ただ違うなと思ったんですよね。政治家になっても潰されるだけだと、殺されるだけだと、だったら民間でやれることをやってみようよと。今私44歳です。まだ40年50年今世生きていくと思います。その40年50年もうお金儲けをすることは飽きたので、はい、これから日本をなんとかどうやって守っていけるか、そのために有料会員の皆様に今回また新たに動画を1本作りましたので、そちらをご覧いただければと思いますけれども、有料会員制度というものがございます。そちらの動画もですね1本作らせていただきましたので、そちらの方で少しお話をさせていただいておりますので、よろしければご覧いただければというふうにも思いますけれども、定員もございます。私もそんなにたくさんの人々を見れるわけではありませんので、定員もございますけれども、まあ、よろしければですね、そちらの会員制度をうまくご活用いただきながら、ただ僕がやりたいのは別に有料会員制度を整えたいということではなくて、とにかく日本を、この侵された日本を誰が守るんですか
守っていきましょうよ。そういう人々がこの集う場所というものを作っていきたいなというふうに思っています。アンティークコインワイン、2024年がね、まあ、来るべき日というものが来るかと思いますので、それに向けて9月の頭にまたご紹介をさせていただきたいと思いますので、具体的な内容に関しては LINE アットご登録をしておいていただければというふうに思います。今日も最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。